当聖地、当聖地、当聖地、1八8九年から1 9七十年四月六日は、中華民国の軍人及び、中華人民共和国の軍人、政治家。字は、毛うし湖南省党案件は、しひろしし生まれ。軍人としての階級は、国民革命軍一級上昇。当聖地は、中華民国の建国初期から、日中戦争が始まるまで、 異なるいくつかの重要な職務を担当し、上昇の称号を授かった。国境内戦末期には、コナンで中国共産党を支持し、それ以後はコナンの軍政機構で湖南省副省長などを務めた。党政地の四番目の弟は国民革命軍の中将である。1937年12月における南京防衛戦の総指揮官であり、 中華人民共和国成立以降も大陸に残った。1949年、湖南省知事に命じられ、中国国民党革命委員会の委員、全国人民代表大会の常務委員を歴任した。当聖地は1914年に、保定陸軍士官学校を卒業後、侵害革命、五国戦争、五法運動、 北伐戦争など中華民国建国初期の重要な戦争に参加した。北洋軍閥の時期には、当聖地は、湖南軍閥に属しており、北洋軍閥が湖南から撤退した後、当聖地は、湖南省の第四師団長となった。当時の湖南省省庁、超公敵と対立し、クーデターにより、超公敵を調査から追い出した後、自ら省庁の職につき、 反対勢力の駆逐を図った。当聖地の敵は武漢で反撃準備をしていた後配布に救助を求めた。当聖地は敗戦して調査から退き北伐軍に参加することを決定した。1926年6月2日に彼は正式に部下を率いて国民革命軍に参加し、国民革命軍の第8軍の軍長を任命され、6月に再び、 調査を占領した後、湖南省の主席となった。1927年には、武漢国民党の中央政治委員会委員、軍事委員会七人主席団のメンバー、武漢国民政府委員、第四集団軍総司令官などの職を兼務した。北伐戦争に勝利した後、党政治は、小介石と新構成派による武漢政府に対する反対勢力の軍事的主力となった。 1927年11月12日のネイカン戦争で彼は理想人に負け日本に亡命した。1929年4月に当政治は小解石のもとに降り国民政府軍事参議院委員長第五路線軍の総指揮官として小解石と桂ツ系軍閥との戦争に参加した。10月に商標戦争に参加したが12月に再び騎士を翻して 半省の石友さんと連合し、森東急国軍大使祖父総指揮官を率いた。敗戦した後、1930年に、再び下屋した。1931年、公衆国民政府と軍事委員会の常務委員となった。満州事変の後、再び南京政府に帰り、南京国民政府軍事参議院委員長にまた任した。1935年4月に、 上昇の位を授けられた。1937年11月に日本軍が南京に侵攻した際、彼は死死を強く主張し、自ら志願して首都警備司令官の長官となり、中国側の南京防衛戦の最高指揮官となった。彼は首都と共に存亡を共にすることを公言し、南京から長江以北に通じる道路を封鎖するよう命令を下し、 私船を破壊して市民の多くが避難できないようにした。当司令官による首都防衛戦は当初の計画通りに進まなかっただけではなく混乱の中組織的な退却がなされるはずが無秩序の闘争になってしまった。多くの指揮官は何らだ退却命令を下すことなく単に彼らの軍隊を放棄して勝手に逃げてしまった。十万人の首都防御隊と数千以上の 中国人部隊は前線から逃げて市内に立ち戻った。二つの連隊のみが当初の計画に従って何とかうまく退却できた。陥落当時の南京防衛軍司令部の状況については笠原特使南京防衛戦と中国軍に詳しい。それによれば統制地司令官は小介石の撤退命令を受け最高爆量を指揮官会議において 死死を断念し、12月12日午後5時半頃までに撤退命令を出していた。しかし、当時、敗戦の混乱の中、この撤退命令は末端まで行き届かず、持ち場を固守せよとする全命令を信じた部隊と撤退をしようとする部隊の間に一部同士打ちを行うような混乱が生じたり、独自行動を取った部隊もあった。一方、党は12月12日20時に部下を見捨てて、 南京から逃亡したとする見解もある。翌日南京は陥落し、翌年1月には南京自治委員会が発足した。第二次世界大戦後、当聖地は国民党体制の没落までその存在が不明であった。白、高敷が国家主義勢力として彼の存在を追求しようとしたが不明だった。彼は、1948年11月に、 南京、上海におもき、小介析に中国共産党と停戦する和議を提案し、九百四十九年には、コナンで平和時給運動を組織し、コナン人民時給委員会の主任委員につき、率先して、コナンの平和解放の支持を訴えた。中華人民共和国が建国された後、湖南省人民政府副主席、副省庁、中南軍政委員会委員、 国防委員会委員など、湖南省と中南軍区における各種の職務を担当した。また、中国国民党革命委員会の中央常務委員、全国人民代表大会の常務委員会委員、全国人民政治協商会議の常務委員会の委員などの職務を兼任した。1961年11月に直腸がんで入院した。 12月に見舞いに来た陳記は、毛う,う先生、あなたは友人としてあまりある人だ。国民党の一級上昇の中であなただけが我々皇軍、解放軍を攻撃しなかったと称えたという。1968年に林彪、後世による文化大革命の反革命集団は数回にわたってコナンに人を送り、党に対して様々な手を使ってガリウが 人民の敵であると声明させようとしたが、頑強な抵抗にあった。彼らは塔が言う通りにしないのを見て腹を立て、カズトがピストルを腰から取り出すと、テーブルの上に叩きつけ、言うのか言わないのか。言わないならお前を撃ち殺すぞ。と叫んだが、塔は、その一言を聞いて激怒し、衣服をはだけて胸を叩き、小僧。こっちに来い。俺は各地を歴戦して、 重弾の雨を歩いきたが、死を恐れたことはないぞ。と言ったという。塔の気迫の前に、彼らは頭を下げ、慌てて退却するしかなかった。しかし、文革による振動のため、塔の心身は弱っていった。1970年4月6日、持病の発作により、調査で病死した。82歳だった。 統政地は徹底抗戦を叫びながら生前たる撤退作戦の指導もせず、敗残兵を城内に残したまま、12日遊国、拡大確固に包囲を突破して、目的地に集結せよと命じて、自分一人、密かに、様子広北岸に遁争した。その無責任と劣悪な統制能力が急断され、統政地は12月18日軍法会議にかけられ、19日、 銃殺刑に処せられたと伝えられた朝日新聞12月20日が、これは誤報であった。1937年の南京事件の際に南京城司令官であった当聖地は、我が血肉を持って南京城と聖地を共にすると誓っていながら、徹底抗戦を叫んで逃亡したため、降伏という正規の手続きをすることなく逃亡した。ことは無責任の極みであり、これによって、 停戦のけじめをつけなかったことが被害拡大の原因の一つと言われている。がある。南京事件肯定論者側でもこの責任を指摘している。党の多数の難民を抱える南京市で絶対死守の方針を取ったため民間人を巻き込む結果となった責任、途中で逃亡し、司令官としての職務を放棄し責任を吉田博氏は批判しており、 これによって混乱が倍化されたと述べている。藤原明は、党が指揮官として中途で指揮を放棄して逃亡したのは極めて無責任であると述べている。一般人の退却もまた計画さえ明らかにされておらず、前日の南京から長江委北に通じる道路封鎖命令や渡し船の破壊も市民の避難を困難にしている。党政治自身は、 組織的撤退計画を全く作らなかった。一方、南京事件関連文書を精査した北村実は2007年の講演において、従来、日本軍兵士の悪行と懸伝されてきた事件は、当時の公式記録である南京安全地帯の記録に記載されたものがすべてあり、当時の南京城内の状況から見れば、安全地帯国際委員会に報告されない、これ以外の事件はないとし、 しかもこの記録内容の分析からは、記載の事件すべてを、日本軍兵士の所業とみなすねはなく、むしろ、日本軍兵士の所業は、少ないと述べた。さらに北村は、この記録の事件の伝えるところをそのまま引用しても、それは決して後年の大虐殺説の伝えるごとき、非難は間違いであることを明かしており、また、南京において五十名程度の犠牲者が出たことの、責任は、 南京を戦場にしておきながら、自身は逃亡した司令官、統制地にあることは明白であると述べ、当時の南京は国際法上、無差別爆撃することができたにもかかわらず、それを回避し、一般市民の被害者を最小限に止めた日本軍側になんだ責任はないと結論した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。